Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. どうもこんにちは、こうきです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日の動画はちょっと先週に引き続き、ボタニカルタイムっていう企画をやっていこうかなと思います。ちょっとね、2週連続になっちゃったんですけど、まあ、ご了承くださいというか、この企画をね、楽しみにしてくれてる方も、まあ、いたら、まあ、ちょっとね、いいかなと思います。今回のお題に入る前に、先週ね、植えた、アガベとバキポディウムのね、種がね、ちょっと進展があったので、ちょっとご覧ください。ね、ちょっとずつね、種が出てきました。よかったですね。やっと発芽して、めちゃくちゃ今、嬉しい気持ちに浸ってます。いろいろね、的確なアドバイスもね、コメントでいただいたので、ちょっとそこをね、注意しながらだったり、結構ね、日光に当ててあげて、どれくらい経ったかな、4日、5日目ぐらいに、まずアガメの方から芽が出てきたんですけど、まあ、だんだんね、これから成長していく過程をね、楽しんでいきたいなと思います。で、今回の企画なんですけど、植物用のファンですねが、ずっと欲しかったんですけど、まあ、サーキュレーターっていうね、大きいものにするか、まあ、ちっちゃいファンにするかちょっと迷っていたんですけど、今回は、ファンを購入しました。植物をね、育てる上で、ファンが重要っていうか空気が重要だってことがね、ちょっと今回ね、あることがあって改めて知る機会になりました。で、まあ、今回のね、アジェンダはこんな感じになっています。で、まず一つ目は、植物をね、育てるにあたってこの空気っていう重要性を知ったので、その重要性をね、お伝えしていこうかなと思います。そして二つ目は、簡単に、僕が今回購入した、ファン、植物用のファンをね、ちょっとだけですけど紹介していこうかなと思います。じゃあそれでは今回もよかったら楽しんでいってください。よいしょ。で、まずそれでは今回も始めていこうかなと思います。で、一つ目のアジェンダは空気の重要性についてです。普段からね、僕みたいに植物を育ててますって方は、もうそれ当然じゃないって思う方も結構いらっしゃるかと思います。なんですけど、僕本当に知りませんでした。こんなに空気が重要だなんて思ってませんでした。なんで今回この空気っていう重要性に立ったかっていう経緯がちょっとありまして、まずそこから説明していこうかなと思います。1ヶ月前ぐらいからだと思うんですけど、このグランカクタスで買ったこのパキポディウムグラキリスの実生ですね。実生がね、ちょっと元気がなかったんですよ。なんで元気ないのかなって思ってて、最初考えた原因っていうのが、水不足だったり、ちょっと根腐れしてるのかなっていうこともね、それからあと肥料焼けとかしてるのかなと思ったんですけど、ここでね、間違った判断してしまうと本当に枯らしちゃうことになるので、いつもお世話になってるね、いつもこの企画ではね、いつも登場してもらってるんですけど、名前だけ登場してもらってるんですけど、その植物屋さんのスタッフさんに、聞いてみたところ、やっぱりそれもしかしたら空気かもっていう話をしていただいて、で、このファンを買って、空気をね、循環させるようになってから、もうめちゃくちゃ元気になりました。よかったです。本当にありがとうございます。あと、こんだけね、空気が重要だっていうことね、改めて気づかされた出来事がありました。最初驚きましたね。空気が原因だよって言われた時に、空気なんで、空気って原因作るのっていう最初思いました。で、帰ってきて本当こういうね、ファン買って空気の循環を良くするようになってから、こんだけ植物たちが元気になっている姿を見ると、やっぱ空気の循環って大切なんだなって思いますね。なんで空気の循環が良くないと、植物たちが元気なくなっちゃうかっていうこともちょっとだけですけどね、聞いてきたんですけど、やっぱ空気の循環をしないと植物たちがね、呼吸しにくくなってしまって、やっぱり元気がなくなってきてしまうということがあるらしいです。なので、こうやってね、植物を普段から育てている方は、特にね、リビングとかでね、植物を育てている方は結構空気の循環というのが普段からされてればいいんですけど、僕みたいに結構家を空ける人だったり、なかなか空気の循環が悪いと、まあ、こうなってしまうって言われました。はい、そして2つ目の話題ですね。2つ目のアジェンダは、僕が買った植物用のファンのね、簡単なレビューをやっていこうかなと思います。僕が購入したのは、多分どこにも売ってるやつ多分僕は1980円ぐらいで購入いたしました。こちらがそのファンになっているんですけど、で、充電式のタイプになっています。充電式のタイプで1回の充電で、風量が弱い場合だと、4時間ぐらい持つのかな、4時間ぐらい持つやつを僕は購入いたしました。で、LED ライトが2段階ついています。風量のね、強さっていうのも、いろいろ調節できて、
まあ、あまり空気が循環しないかったりとか、外の天気が悪くてちょっと窓を開けられないっていう時にね、空気を強めたりして、使うように僕はしています。まあ、本当に、最初はね、僕も結構でっかい、無印さんのサーキュレーターだったり、バルミューダさんのねサーキュレーターというのもね、購入しようかなと悩んでいたんですけど、まあ、このサイズ感だったので、サイズ感というかこの規模の小ささなので、まだ、こういう小さいやつで十分かなと思いまして、今回は植物用のファンということで購入させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今回もね、簡単な感じでボタニカルタイムという企画をお送りさせていただいております。本当にね、今回ね、空気の重要さっていうか、めちゃくちゃ空気って重要なんだなって改めて気づかされたというかね、今回のことでね、あと気づけて、大事になる前に気づけてよかったなと思っています。おかげでね、グラキリスも元気に育っていて、まあ結構種の方も、パキポディウムの方がちょっと発芽率がちょっと今のところあまり良くないので、ちょっとそこをね注視しながら育てていきたいなと思います。でインスタグラムの方で、成長過程というか成長日記みたいなのを載せていこうかなと思ったんですけど、こうね、僕もやるって言って、まあ、あまり上げられてなかったので、しっかり今回の次からやっていこうかなと思いますので、見てくれたら嬉しいです。本当僕はね、植物に関して、まあ、2年やってきてるとはいえ、本当初心者なので知識も何もないので、ぜひね、こうした方がいいですっていうコメントをいただけたらめちゃくちゃ嬉しいですし、しっかり勉強させていただきます。そういうコメント以外にも、こういう植物いいですよねとか共感のコメントをいただけたらめちゃくちゃ嬉しいですし、そういうねコミュニティがだんだんこういう企画の中で広がっていければなと考えております。はい、こんな感じで今回もお送りさせていただきました。この動画公共オリジナリーでは、普段はアプリ情報を中心に少しでも生活を楽にするようなアプリの紹介だったり、物の紹介っていうものもしてるんですけど、不定期でね、こういう植物たちの企画もやってるので、もし少しでもね、参考になったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、そしてこちら SNS ですね。最近はさっきも言った通り、インスタグラムが中心となっているんですけど、まあ、TikTok だったり、Facebook だったり、ツイッターだったり、いろいろ様々なメディアで、いろんな情報を、ね、発信していますので、もし少しでもね見てみたいと思ったら、チャンネルの方だったり概要欄の方にリンクがあるので、そこから飛んで見てもらえたら嬉しいです。はい、今日も最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。こうきでした。バイバーイ。